どうも皆さんおはようございます。工藤です。3月21日月曜日の朝7時20分でございます。はい、おはようございます。結構今日は気持ちのいい朝ですね。青森県の私の住んでるエリアが、今日はたまたま朝天気がいいというだけで、もしかしたら東京とかね、南の方は天気悪いよっていうところもあるかもしれないんですけど、私の住んでるところはですね、今日朝すごく天気がいいです。はい、雲はちょっとあるんですけど、おおむね快晴っていう感じですね。なんか風も、ちょっと風があるかなぐらいですけど、はい、今日朝外出てみたんですけど、非常に気持ちのいい朝でした。はい、なんか程よくね、程よく涼しいというか、程よい寒さがあって、なんか汗かくような暑さがなくて、すがすがしい、朝の気持ちのいいクリアな感じがねあって、すごくこの時期の朝はすごく好きです、私はね。はい、しかも今日休みということで、皆さんね、はい、私はいつも通り、いつも通りじゃないか、今日はね、私もお休みなので、はい。で、明日もお休み。で、明後日がね、私、一応学校のお仕事が入っているんですけど、ちょっとだけなんで、はい、大したことはないんですけど、というわけで、今日もね、朝から気分がいいので、朝から、またちょっとね、私の大好きな、エンタメ系のお話をしようかなと思います。はい。ですね、今回お話ししたいのはですね、聞くアニメ。ごめんなさい。この聞くっていう、このかきくけこの家業がね、たまに唾液が混じってね、パチっていっちゃうんだよね。これノイズなんだけど。聞くアニメ、第4弾。8日後、君も消えるんだね。の、情報が公開されましたね。はい。スタジオコエミーさんのね、YouTube チャンネルの方に行っていただければ、はい、皆さんも実際に見ることできるんですけど、2日前だね。だから最新っていう、最新っちゃ最新なんだけど、2日前の情報になります。はい。だからもうすでに知ってる方もいるかと思うんですけど、前も、そうだね、いつだったっけ？前もさ、スタジオコエミの話したときに、第3弾の秒速探偵が終わりますよっていう話をして、で、恋は夜空を渡ってが、続編制作決まりましたっていう話で、あと3月中はお休みをしますっていう話で、4月に新作を2作品リリースするよっていう話を確かしたんだよね、前に。で、その時に4月にリリースされるまず1作目のタイトルだけが、発表されてて、で、8日後君も消えるんだねっていう作品っていうのが、明らかになってたんですけど、それの、キャストとか、脚本、ビジュアル、楽曲制作いたんだっけ？田口壮一さんの話をしたような気がするな。そうだね、キャスト陣が発表されて、かつ配信日も決まったということなんで、今日お話ししていきます。はい。まずは、配信日。配信日は4月8日金曜日の21時配信開始となっております。はい。時間的には21時なんで、いつも通り夜ですね。おそらく YouTube でプレミアム公開かな？プレミアム公開なのかな？ライブ配信だっけ？9時にジャストで配信されるような形になってますね、YouTube では。はい。で、Spotify とか Apple Podcast も聞けたんだっけ？私は基本的に Apple Podcast じゃない Spotify で聞いてるんですけど、はい。そういったプラットフォームでも聞けると。で、YouTube の場合は、動画プラットフォームなんで、動画付きで、どんな動画が載るのかは結構その作品によって結構違うんですよね。まちまちっていう感じ。第1弾の恋は夜空を渡っては、まあアニメーションがあるっちゃあるんだけど、そこまでのアニメーションではないかなと、うん、同じ場面のイラストがこう何枚か使い回しされて、キャラクターがもうライブ 2D みたいな感じでこうなんだカーテンが揺れたりキャラクターが瞬きしたり口がパクパク動いたりみたいな感じで、ただそのキャラの声と、イラストのその動画内のアニメーションの口パクとかが一致してるわけではないっていうところがありましたね。はい。第2弾の、名前のないゲーム。名前のないゲームがね、結構アニメーションレベルがグワッと上がったんだよね。そう。その、毎回その、使われるイラストが違くて、でかつキャラのその声と、動画内のキャラクターの口の動きがもうリンクしてるみたいなっていう感じで、結構ね動画としての見応えが結構あったのが名前のないゲームでした。はい。で第3弾の秒速探偵は多分3作品の中で一番そのアニメーションその動画としての見応えはあんまりなかったのかなと個人的には思います。はい。だから本当に Spotify みたいな音声プラットフォームでなんか聞いた方がいいってことはないんだけど、どれで聞いても同じなんだけど、まあ、YouTube でそのアニメーション動画として見る必要はないのかなと一番思いましたね。3作品目の秒速探偵は。はい。ただどの作品も話の内容自体はめちゃくちゃ面白かったんで、はい。だから今回の4作品目8日後君も消えるんだでもめちゃくちゃ楽しみでございます。はい、今回はね青春ホラーミステリーらしいので、今までの話とね今までの3作品との中にはなかった感じのお話なのかな。うん。ホラーでミステリーっていう感じなんで、今まではどっちかっていうと、まあ、恋愛、SF ギャグみたいなで。あれはファンタジーなのかな。第3作品の秒速探偵はねファンタジーなんだろう探偵物みたいなね、うん、探偵物だけどミステリー感はあんまりなくて、2人のやり取りがめちゃくちゃ面白かったからどっちかっていうとコメディに近い感じだったんだけど、まあ、今回の8日後君も消えるんだねがねちょっとコメディ要素があるのかどうかはちょっとわからないですけど、結構がっつりそのなんか青春ホラーミステリーわかんないけどやるのかなと、うん、はい。だから非常に楽しみだね。うん。はい。でじゃあちょっと脚本は一旦飛ばしてキャストは一旦飛ばして脚本が奥野潤さん、これ言ったのかな前もね。ビジュアルは柳末さん、楽曲制作が田口壮一さん。企画協力が三崎鷺宮さんかですね。で楽曲制作の田口壮一さんに関して、前話したんだよね。ジンさんのかけろデイズを歌ってる人じゃんっていうかあこの人その人じゃんみたいなね感じで喋った記憶がありますね。はいはい。じゃあ多分一番の見どころかな今回の解禁された情報の中でね。キャストですね。これ誰が誰なのかはちょっとまだねわかんないんだけど、あそうキャラクターのさビジュアルも発表されたんだよ。そうだ前は多分ねその8日後君も消えるんだねのイラストというかキービジュアル的なやつが発表されて、君の名はみたいな君の名はで出てきたなんだ水星が落ちたくぼみみたいなクレーターみたいな部分にこう雲が溜まってるみたいなねイラストで、かつなんかこう端っこに神社の鳥居みたいなのがこうかすかに見えるよっていう話をねしたんだけど、今回発表された情報の中にはですねキャラクターが4名描かれていて、男性2人女性2人、まあみんな高校生か中学生なのかな。なんか見た感じ中学生っぽいような気がするけどね、うん、女子はセーラー服着てますね。はい。なので、キャスト陣も、男性2人女性2人という感じになってるんじゃないかな。多分まあ男性キャラをね女性が演じるっていう可能性はあるんですけど、今回発表されたキャスト陣を見ると男性2人1人ね、ちょっと私あんまり知らない女性、多分これ女性の方だと思うんだけど、人がいるんですけど、多分女性の方かな。ただ誰が誰なのかはわからないという感じですね。女性キャラ、女の子の2人のキャラクターはどちらも可愛い。可愛いね。男性キャラはまあなんかよくあるような、なんだろうね、ちょっとこうやんちゃっぽい、髪をこう後ろで一つで結んでる男の子が一人、ちょっとヤンキーではないんだけど、ちょっとこうやんちゃそうな男の子と、普通の至って真面目そうな男の子が一人っていう感じですね。で、キャストなんだけど、まず一人目が榎木純也さんですかね。くん付けは良くないか。榎木純也さん。これ、読み方合ってるよな。榎木さん。榎木純也さんね。さんだね。全然年上でした。誰を、知らない人に言っておくと、そうだね。呪術廻戦の、主人公の声を演じてる人です。榎木純也さん。最近結構いろんな作品出てますね。ここ最近なんかいろんな、それこそ今入ってるやつでいくと、ちょっと待ってね。アニメでしょ。今かなりノリに乗ってるというか、いろんな作品に出られている方なんですけど、呪術廻戦の主人公。名前が出てこないんだけど、主人公の声。あと誰だっていうか、なんだっけ、今期もなんか出てた気がするんだよな。東京24区の、主人公、青髪のシュータね、青髪の男の子の声やってますし、あとはリーマンズクラブの主人公の声でもあるね。リーマンズクラブの白鳥かな。白鳥タケルだっけ。違う、白鳥そうちょっと名前、読み方忘れちゃった。を演じたりとか、ほんと最近いろんな作品に出られている超売れっ子声優さんですね。がまず一人目。ただこれどっちなんだろうね。榎木さんの雰囲気でいくと、とりあえずキャスト全員見ていくか。で次2人目が、石川由依さん。この方も最近いろいろ出てるし、もう売れっ子声優さんですね。有名なところでいくと、進撃の巨人のミカサ・アッカーマンの声をやられてる方ですね。あとはバイオレット・エヴァーガーデンの主人公ですね。とか、あとはなんか出てたんだけどな、私の好きな作品で何かに出てたんだけど、忘れちゃった。なんだっけ。いろいろ見てるとね、なんかゲームだっけ、アニメだっけってなるんだよね。漫画ではないんだけど、そんな感じで、石川由依さんも出ているという感じですね。で次がね、ちょっと私あんまり聞いたことないんだけど、関根明さん。この人あんまり知らないな。何出てる人だろう、ちょっと調べます。関根明さん、女性の方ね。最近出てるやつ見れば分かるかな。2022年に出てる作品。週末のハーレム出てるのか。あと、Q にも出てるね。待って、スローループ出てる。結構出てるな、今期。結構出てます。そのビスクドールはにビスクドール待ってそのビスクドールは恋をするにも出てるな。ベロニカ、ルネ、なんだろう。あとはその王女の本命は悪役令嬢のディアナ・ディアフェル。ほう。通常版。あとサビクイビスコのジョーやってる。アケベちゃんのセーラー服も出てる。谷川圭。ちょっと待って。谷川圭。これ太字がもしかして主人公かな。ゆるキャンのシーズン2にも出てるぞ。ちょっと待って。待って。ゆるキャンのシーズン2の一宮遥。一宮遥って誰だっけ？ゆるキャンでなでしこが一人キャンプするって言って、どこだっけな、どこに行ったんだっけあれ、なでしこどこ行ったんだっけ、なでしこが一人でキャンプするって言って行ったキャンプ場があるんですよ。2期だね。2期で行ったんだけど、そこで出会った親子、お父さんと、娘と息子がいて、そのうちの娘の方かなが関根明さんが演じてると。はあ、なるほどね。あの子か。で、あとは待てよ。あとわかるのは谷川圭。あけびちゃんの谷川圭。今絶賛見てる最中だからわかるかもね。ちょっと待って。はい。あ、なるほど。わかった。谷川圭ちゃんね。第何話だっけ？写真の子だね。あけびちゃんのセーラー服の、どれだ？第何話？部活はもう決めたかな？そうだ。うん。第3話の部活はもう決めたで、その、谷川圭ちゃんが出てくるやつですね。写真部に入るっていう話だね、確か。やりたいことがあんまないんだよね、得意なことがないんだよねって言って、で、小道ちゃんに、足綺麗だねって言われて、写真撮ってよみたいなことを言われるんだよね、確か。で、言われて、自撮り始めて、で、自分で写真撮ることがなんかちょっとこう、ハマっちゃうんだよね。ハマって、写真部に入るみたいな。確かそんなお話がありましたね。そっか。この谷川圭ちゃんの声をやってる方が、関根明さんか。なるほど。覚えておきます。はい。で、最後、じゃあ、キャストの最後はですね、深町さんね。これ、名前なんて読むんだろう。深町さんはもうね、深町俊成さん。はい。山形県出身か。同じ東北の人ですね。はい。深町さんはもう今、絶賛入ってるアニメで、あれですね。私もそんなに詳しくないんだけど、今入ってるやつで、ありふれた職業で異世界最強の主人公だね。違ったっけちょっと待って。あれ違うかもしれない。ちょっと待って。いや、合ってる。そういうことだ。よかった。合ってる。パッと見たら書いてなかったから、あれと思った。そう。ありふれた職業で、世界最強か。ありふれた職業で世界最強の南雲はじめの声をやっています。はい。それ以外はあんまり、私は見たことないかな。ビスクドールでも、店員さんの声やったりとか、あとは何だろう。ああ、8なんてそれはないでしょにも出てるのか。盾の勇者の成り上がりで結構いろんな声やってるの。司祭、店員、村人、兵士と。私の中ではね、もうね、深町さんって言えばもう南雲はじめみたいなイメージが、実はあったりするんだけど。OVA とかで、空の奇跡地アニメーションのカプア一家の強化兵の声やったりしてるんだ。ニセ恋もやってる OVA、ブラックローバーとか。じゃあ結構年いってる方？何歳なんだろう。あ、書いてない。年齢が書いてない。声優になった大きなきっかけは特になく、急に興味を持ってやってみようと思い、やっていくうちにだんだん本気になっていったとのこと。あ、そうなんだ。2019年放送のテレビアニメ、ありふれた職業で世界最強でテレビアニメ初主演を務めると。あ、そうなんだ。知らなかった。なるほどね。はい。まあ、そんな感じで、4名キャストが発表されたということですね。榎木純也さん、石川由依さん、関根明さん、深町俊成さんの4人です。はい。なんだかんだ、今まで4人ってなかったよね。だって恋綿は3人。主人、水野さん。あと、名前忘れちゃった男の子、広いんじゃない、主人公の男の子、その妹だから、まあ3人だよね、メインキャラは。で、名前のないゲームは、まあ、2人、ミモザとご主人ミモザとマスターで、で秒速探偵が一応4人いたのか。でもなんか警官役と、そのメインの2人と警官役と、なんかそのなんかアナウンサーみたいな役やったりする、ね、方がいて、一応4人いたのか、キャストとしてもね、ただあんまりこうメインでがっつり出てくるっていう感じではなかったから、今回はね、もうがっつりそのガチの声優さんをもう4人使ってるっていう感じなんで、多分がっつり4人出てくるんだと思いますよ。いや、どんな風になるんだろうね。4人も出てくると掛け合いが楽しみだなっていう気もしますね。はい。あとは誰がどの声をやるのかっていうのがかなり気になる。石川由依さんと関根明さんか。関根明さんの声がいまいちね、こうパッと出てこないんで、まあみんなもね、このよく君も消えるんだねのキービジュアル。キャラが書いてある方のビジュアル見てほしいんだけど、私の予想では一番右の、ザ・清純派の正統派美少女っていう感じの子が多分黒髪かな、子が多分ね、石川由依さんじゃないかなと私は思います。はい。でもう一人の、多分この子はね、髪色的に茶髪のようなポニテをしてる子かな。左側にこう2本ピンが刺さってる髪型をしてるんですけど、この子が多分関根さんじゃないかなと、多分ね、勝手に言ってるけど。んで、榎木さんが、一番左のなんか真面目そうな男の子の声じゃないかなと思います。はい。で深町さんが、そのもう一人の方のちょっとやんちゃっぽい、後ろで髪の毛結んでるこの子も多分茶髪のような髪色じゃないかな。なんかそれっぽい気がするんだけど、茶髪というか金髪というか、クリーム色みたいな髪色してるような気がするんだけどね、が多分深町さんじゃないかな。勝手なイメージね。なんか榎木さんのやるキャラって、まあ確かに呪術廻戦とかでいくと結構なんかこうやんちゃなキャラとかもできそうなイメージあるんだけど、どっちかっていうとこう真面目そうな男の子のイメージがねちょっとあるのでじゃないかなと思うんだけど、で深町さんはあんまり知らないっていうのもあって、まあ、ありふれた職業で世界最強のイメージからいくとこうちょっとなんかこうやんちゃな、ちょっとねクールな感じのキャラがなんとなく似合いそうな気がするんで、そういう風に予想しましたけど、まあどうなるかは分かんないね。まだ発表されてないんですよね。4月8日でもすぐだよね。4月8日、1週間後、2週間後、2週間と5日ぐらいかな。はい。なのでもうすぐかな。もうすぐってわけでもないか。もう3週間ぐらいはあるけどね。はい。まあ楽しみですね。うん。はい。というわけで、聞くアニメの第4弾、8日後君も消えるんだねの、情報が新しく解禁されたよというお話でした。はい。4月8日金曜日21時配信開始ですので、皆さんもぜひチェックしてみてください。あ、そうだ。これもあったね。で最後ね、今ね、その3月は、お休み。ピクアニメ更新されないっていうことになってるんですけど、今ですね、その YouTube のショート動画で、第1弾の恋は夜空を渡ってに出てきた、ミスノさん、ヒロインの、ね、女の子、花森ゆみりさんが声やってるミスノさんがいるんですけど、ミスノさんがリスナーの恋愛相談に1分間で答えるっていうね、ショート動画なんかが投稿されてるので、結構面白いんでね、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください。私今のところ全部見てるかな。うん。1分間ぐらいの短い動画なんだけど、3つぐらいかな。3つぐらいの、多分リアルなね、YouTube とかに、とか寄せられた、恋愛相談に対して、ビシバシ答えていくっていう、なんか、うん。なんか好きな人がいるんですけど、なんか告白できなくてとか、なんか緊張しちゃってとか、なんかそういうのに対して、もう今すぐ行くしかないとか、走れとかなんか言ってたね。結構面白いです。はい。まあ、1分ぐらいで短くね、見れるんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。多分それ見てればね、あっという間に第4弾やってくるんじゃないかな。うん。はい。ただこれ、どれぐらいのペースで配信されてるんだろうね。ちょっと待って。あ、でも、毎日配信されてるかな。4日ぐらい前から毎日配信かな。4日前、3日前、1日、2日前には配信されてないから、毎日ってわけではないのか。うん。まあでも結構な頻度でね、はい、配信されていますので、ぜひチェックしてみてください。あ、昨日更新された1分相談 ④ まだ見てなかったわ。ちょっと後で聞きます。はい。うん、あとはその、あ、そうだ、全話一気見なんかもね、うん、配信されてます。今、恋わたと名前のないゲームの、全話一気聞きか。言いにくいな。一気聞きができるようになってますので、はい、そちらもチェックしてみてください。はい、こんなところですかね。はい。というわけで、今日の朝の配信はここまでにしたいと思います。はい。長々とお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。